ストライクショット、こんにちは、モーストの中の人竹千里とルナチュです。よろしくお願いします。久しぶりかな。久しぶりです ね、 お願いしま す、 します。では早速お品書き見ていきましょう。こちらじゃじゃーんと6つ、いろいろ気になるのがございますので、はい、順番に上から紹介していきたいと思います、はい、まずは1、新たな超絶が降臨ということで、こちら矢心重い金が新超絶として降臨となります。貴族生のキャラですね、来ましたね、さあどんなクエストなのか気になりますが、降臨日はこちら、初降臨日は9月22日金曜日の19時から21時となっております。ぜひ皆さんね、挑戦してクリアして運極していただけたらと思います、はい、続きまして2、テンスアニバーサリーパーティー開催記念、感謝の間が登場ということで、こちら、いやもうすぐね、テンスアニバーサリーパーティー、そうですよ、開催いたしますけれども、開催を記念してね、感謝の間が出現いたします、はい、こちらワクリンの出現確率が2倍、2倍、さらにワクリンを倒すと金の種が複数ドロップすることもございます。2倍だけじゃなく、はい、複数と複数ってことはね、2個とか、そうですよ、何個、嬉しい、こちらかなというところでね、たくさん紹介していただけたらと、厳選しやすいですよ、はい、思います。こちら開催期間が9月16日土曜日0時から9月20日水曜日23時59分までとなっております。続きまして3、新イベント絶対解明サイエンスプリンセスセカンドステージということで、こちら、はい、新イベント来ますということで、開催期間9月16日土曜日の12時からなんですけども、はい、キャラクターがですね、モンゴルフィエ姉妹、プーコー、モールスト、もうみんな可愛い、めっちゃくちゃ可愛いですよね。これね、あの前回ニュートンとかがね、いたキャラクターのセカンドステージということで2回目ですね、はい、ではね、気になるねキャラクター多いと思いますので、順番に紹介していきたいと思います、はい、まずはこちら、モンゴルフィエ姉妹獣神化のお姿となっております。2人ともねウィンクしてくれて可愛らしいですよね。こちらですね、科学武装アイドルグループサイエンスプリンスの2期生となってまして、まあ、獣神化後ではライブステージに乱入してきた敵を迎え撃っている場面となっております。このね、笑顔でハートの炎を放つキュートな姉妹の姿に敵もメロメロになってしまうということで、メロメロになっちゃうよ、なっちゃうよね、こんな可愛い顔されたらねこれ下のサイリウムっぽいですね。あ、確かに、ライブしてる感も感じられますよね。はい、そんなモンゴルフィエ姉妹となっておりまして、気になるステータスも見ていきましょう。こちらです、貫通の砲撃型、アビリティが超アンチ重力バリア、アンチブロック、アンチ魔法陣、友情ブースト M、 ストライクショットがスピードとパワーがアップ&触れると友情コンボが発動する分身を最初に触れた敵にセットする、1段階目8ターン、2段階目が16ターン、友情コンボに全敵貫通分裂弾白爆発 EL となっております。まあ、アビリティから見ていきますと、超アンチ重力バリア、アンチブロック、アンチ魔法陣のねトリプルアンチアビリティとなっておりまして、汎用性も高いですよね、そして友情コンボには砲撃型の全敵貫通分裂弾と、まあ、誘発もできる白爆発 EL を所持しております、まあ、さらにアビリティに友情ブースト M も持っていたり、まあ、自身砲撃型なので、かなり友情コンボの威力も高いんじゃないかなと思います、そしてストライクショットが友情コンボを発動する分身を最初に触れた敵にセットするというものになっているので、まあ、この強力な、ね、友情コンボとの相性も抜群なんじゃないかなといったモンゴルフィエ姉妹となっております。では続いてキャラクター見ていきましょう。こちら、風光獣神化となっております。素晴らしい、かっこいいね、足が綺麗だ、綺麗に上がってますよね、はい、こちらですね、獣神化後の姿なんですけども、巨大な振り子に乗って魔法陣を描き、ライブステージに乱入してきた敵を撃退している場面となっております。ちょっとなんか汗っぽいのがねこう出てるのもね、素敵、かっこいいですよね。こちらスタイルが良く、女性からの人気が特に高いということで、セクシーとなっております。セクシーなね、キャラクターですね。ではステータスも見ていきましょう。こちらです、貫通&ゲージスピード型、アビリティが超アンチ重力バリア、アンチダメージウォール、マインスイーパー M、 弱点キラー、ゲージで連撃キラー、 SS ターンチャージ、ストライクショットがヒットした敵の弱点を全て出現させる、1段階目8ターン、2段階目が20ターン、友情コンボが超強ヨーヨー弾ヘキサゴンボムとなっております、
こちらですね、超アンチ重力バリア、アンチダメージウォール、マインスイーパー M のトリプルアンチアビリティとなっているんですけども、うん、まあ、この組み合わせをね、水属性の中で所持しているキャラだと、うん、まあ、ノンノアルファとか、うんうん、結構まだね少ない枠なので貴重なアンチアビリティセットを持っていると。そして弱点キラーに連撃キラーと自身の火力もアップしてくれるアビリティを持っております、うん、そして友情コンボには超強ヨーヨー弾とヘキサゴンボムを所持しておりまして、うんうん、まあ、弱点キラー持ってるのでね、この弱点キラーの効果も発動しますし、まあ、ヘキサゴンボムで誘発できる点も優秀となっております、うん、ストライクショットなんですけども、ヒットした敵の弱点を全て出現してくれるものになっているので、うん、先ほどから紹介している自身の所持する弱点キラーとの相性はもちろん、うん、このアビリティのね、SSスタンチャージとかも持っているので、サポートとしても活躍できるキャラクターとなっております。素晴らしい素晴らしい。では続いてのキャラクター見ていきたいと思います。こちらモールス獣神化となっております。こちらはね、ちょっと不思議ちゃん系な少女ということで、獣神化後の姿は電子機パーツを展開して信号ビームを放ち敵と戦っている場面となっております。モールス信号になってますね、この。あ、確かに確かに、ピーで、ちょっとわかんないんだけど、ちょっと知ってる人から解読してほしいけど、これで攻撃してるんですかね、うん、可愛らしいモールスちゃんとなっております、はい、ではステータスも見ていきましょう。こちら反射&ゲージのバランス型、アビリティが超マインスイーパー、アンチ転送壁、ダウンポジションキラー、ゲージ倍率保持、ゲージでアンチブロック、ダッシュ M、 ストライクショットがスピードがアップ&最初に触れた敵種族に大ダメージ、1段階目8ターン、2段階目が16ターン、友情コンボが超強8方向炸裂弾、合毒メテオとなっております。ではアビリティから見ていきますと、超マインスイーパー、アンチ転送壁、アンチブロックと、ね、珍しい組み合わせのトリプルアンチアビリティとなっております、うん、そして友情コンボには超強8方向炸裂弾と合毒メテオを所持しているんですけども、うんうんうん、まあ、まだどちらもね所持するキャラが少ない貴重な友情コンボを持っていると、うん、そしてストライクショット、最初に触れた敵種族に大ダメージを与えるものになっているので、うん、このアビリティにねダウンポジションキラー持っているので、この画面下半分にボスがいた時にね、うん、使ったりしたらダメージも伸びそうといったキャラクターとなっております。ぜひね使ってみたを見ていただけたらと思います、はい、そんな3体なんですけども、こちら期間限定で販売新キャラ確定ガチャ&オーブ、お嬉しい、これね、うん、確定ですからね、うんうん、ということで絶対解明サイエンスプリンセスセカンドステージに登場する新キャラ3体のうち、うん、いずれか1体が確定で排出されるガチャ1回とオーブ50個のお得なセットとなっております、うんうんうん、こちら購入可能期間9月16日土曜日の12時から10月2日月曜日11時59分までとなっておりますので、うん、ぜひね気になる方はこちらの期間内に購入していただけたらと思います、はい、では氷のキャラクターも見ていきたいと思います。こちらまずはですね、激究極ですね、うん、バロイケン進化神化のお姿となっております。かっこいい、めちゃくちゃかっこいい、角羽角も羽も生えて、うん、結構なんか神化の方だとファンもいる感じの ね、 本当ですね、キャラクターになってますね、うん、続きましてこちらフォトネルクーガンスとなっております、うん、やっぱりちょっとアイドルチックだから ね、 そうですね、このファンの方がいたりと、うん、クーガンス食レポのマジンで、うん、このなんか持ってるスプーンなのかレポートとしてるんですか、ね、グルメレポートって書いてますね、うん、はい、ぜひねこちらのキャラクター運極ね目指して周回していただけたらと思います、はい、そしてこちらもございます、超究極式のクローネ、うん、超究極きます、綺麗すぎる、美しいですよね、うん、なんか後ろもいろいろ描かれておりますが、はい、こちら超究極ということで、うん、こちらですね、決戦クエスト開催、対策レベルを上げて超究極クエストに挑戦しようというものになっております、うん、ご存知の、ね、方もいるとは思うんですけども、うん、クエストをクリアすると運極の式のクローネをゲットすることができます、はい、こちら9月16日土曜日の12時から10月2日月曜日の11時59分にて常時出現となっておりますので、うん、ぜひ皆さんね挑戦していただけたらと思うんですけども、はい、まあ、決戦クエストね知ってる方も多いと思いますが、ちょっと軽くおさらいしていきたいと思います、はい、こちらです、対策レベルを上げて超究極に挑戦しよう、
こちら先ほど紹介した氷のキャラクターたちなんですけども、うん、超究極クエストの道中に C イベントクエストのボスが出現いたします、うん、この先ほど紹介した氷のキャラクターたちですね、はい、まあ、超究極クエストでドロップはしないのでそちらだけご了承ください、うん、そしてですねそれぞれのこのクエストをクリアするとそのボスの対策経験値を獲得することができまして、うん、一定数獲得することで対策レベルが上がって、うん、この超究極クエストに挑戦しやすくなるというものになっているので、うん、多分運極にすると思うので皆さんね、うん、対策レベルもどんどん上がっていって超究極クエストに挑戦しやすくなるといったものになっていて、うん、まあ、このちょっと難しく挑戦したいよっていう方たちとはね、このレベルを変えて挑戦できたりもするので、うんうん、自分に合った難易度でぜひねクエストクリアして挑戦していただけたらと思います、はい、続きましてこちら9月20日はモンストの日ということで、うん、ラック引き換えに限定アイテム登場となりまして、限定アイテムにクエストチケットだったり特玉、これがね今回紹介した新イベントの専用の特玉となっておりまして、うん、重流玉2個、そしてラッキーモンスター3種以上所持していると選べるベル2個と引き換えできますので、うん、こちらお忘れなくお願いいたします、はい、開催日時は9月20日水曜日の0時から23時59分までとなっております。続きまして4.10周年ありがとう重大恩返し第5弾発表ということでこちら、はい、来ました、第5弾でございます。5か、はい、5個来たのか、今5個来ましたけれども、うん、いや気になりますよね、なんか全然わかんない、うん、このシルエットじゃわかんないです。発表していきましょうか、はい、こちらになります。10年に一度マイベスト10ガチャ開催、10年に一度です。10年に一度貯めてたね、ガチャすごいよ。こちらね書いてありますけれども、うん、選んだ10体のキャラの中から必ず1体が輩出ということで、ちょっとすっごいこと言ってるけど大丈夫、気になることいっぱいありますよね。うんうん、こちらね開催期間が9月17日日曜日12時から9月30日土曜日23時59分までとなっております。やばいんちゃうこれ、やばい、詳細見ていきましょうか。いいですか、気になりますもんね、うん、見ていきましょう。こちらです。好きな星5以上キャラを10体選んで、その中から必ず1体が当たる無料ガチャ、あーもうすごいなっておりましてそして限定キャラクターも選択できます。そうなの、そうです。確かに確かに確かに、見てください、ルシファー、ヤクモ、ネオルナとかいっぱいいますけども、10体好きなキャラクターをもう自分で選べるんだ、はい、限定キャラクターも選んでいただけるので、限定の上限もなく、はい、もう本当に欲しいキャラクター10体選んで、 その中から1体が必ず当たる無料ガチャ、ごちそうさまです。いやすごいですよね、この画像の10体で私もやりたい本当ですよね、いやこれめっちゃ迷うよ、欲しいキャラクターいっぱいいるって方もいらっしゃいますから、ね、いるいる、私もね実際限定キャラ持ってないキャラクターもいっぱいいるんで、こんなだってさ限定狙いやすいことなくない？そうですよ、10体の中から絶対1体当たっちゃう、10年に一度だこれは、すごい無料ガチャなんでね、はい、ね、期間内に忘れずに引いていただけたらと思います。悩みすぎちゃダメね、いや本当ですよ、貯めすぎちゃダメ、そう忘れないでくださいね絶対忘れず、無料、うん、無料なんで、はい、引いていただけたらと思います。うん、ということでこちらです。先ほども言いましたけれども5個目発表させていただきましたけれども、今もう半分来たってことか。そうです、半分来ました、でもまだ半分、あそう残り5個ございますけれどもいやすごい楽しみ、楽しみですよね、まだまだ続きますね、うん、今後開催のイベントはね順次お知らせいたしますので楽しみにしていただけたらと思います。続きまして5来るぞ重心化会ということで、まずはこちらをご覧ください。マリン様に近づけると思うな。俺の銃弾から逃げられはしない。進化会いたします。かっこいいよ。もう
第一声かっこいいだよね、もうすぐ出ちゃう、すごいなんかキリッとした顔立ちになりましたよ ね。こちらジュエルズ帝国軍に入隊後もアクアマリンの右腕として活躍し続けて、うん、中佐へと昇級したトパーズとなっております、うん、自ら先陣を切って敵と戦うアクアマリンを支援すべく、うん、トパーズも魔法で召喚した宝石のトパーズに銃弾を反射させることで、うんうん、後輩の敵を長弾で撃ち抜いているシーンということで、うん、とてもかっこいい、かっこいいな、でもちょっと見えてる筋肉とかもね、筋とかもいいですよね、たまらないですね、キュンポイントでございます、うん、そのトパーズですね、気になるステータス見ていきましょう、はい、こちら貫通&ゲージ超スピード型、アビリティがアンチ重力バリア、新王封じ M、 ゲージ倍率保持、ゲージでアンチブロック、コネクトスキルに超マインスイーパー M、 魔封じ M、 発動条件が自身と種族が異なるキャラが1体以上または合計ラック100以上、うん、ストライクショットがスピードとパワーがアップ&停止後に HP を範囲回復、うん、1段階目12ターン、2段階目が20ターン、友情コンボが超強シャイニングピラー超強超弾となっております、うん、重心化の時と比べますと、まあ、アンチ重力バリアが追加されまして、うん、飛行だったものが超マイスイーパー M になったので、まあ、地雷も拾えるようになったし、うん、まあ、M なので火力もありますよねというところと、うん、他にもですね、神キラー M が神王封じ M になりまして、魔人キラー M が魔封じ M になったので、まあ、魔王魔族も増えて計4種族にキラーの効果が発動するようになりました、うん、すごいすごい増えましたよね、うん、そして友情コンボはシャイニングピラーに調教がつきまして、うん、まあ、回復弾が超強超弾、ちょっと重心が変えるキャラのラストっぽいですよね、うん、超強超弾に変わり、まあ、こちらキラーの効果も発動するのでダメージにも期待できそうな友情コンボセットとなっております、はい、そしてストライクショット、こちらは重心化の時から変わらないんですけども HP の回復量が増えてるとかという感じで聞きましたので、ぜひね実装されたらそう使っていただいてね、うん、実感していただけたらと思います、はい、そんなトパーズの解禁日はこちら9月19日火曜日の12時よりとなっておりますので、お楽しみにお待ちください、はい、続きまして6 ZOZO タウン×モンスト初のコラボ開催決定ということで、こちらモンスターストライクブラックコレクション by ZOZO タウンが開催決定、ちょっとねツイッターとかでもねすで、うん、に流れてましたね、はい、ということで、うんうん、ZOZO タウンとモンストの初コラボが決定いたしました、はい、すごい素敵なイラストですけれども、はいはい、今回のコラボレーションはモンストのキャラクターたちを新たな解釈でユーザーの皆様に楽しんでもらえるようモードファッションにスタイリングし、 ZOZO タウンを象徴するブラックカラーをねコンセプトにしたコレクション、モンスターストライクブラックコレクション by ZOZO タウンとして展開いたします。確かにみんなかっこいいですね、モード感それぞれね衣装というか、はいはい、服装違いますけれどもちゃんとね黒を基調としてますもんね、うん、いやめちゃくちゃかっこいいですよね、うん、いや素敵だな、いつもと雰囲気がキャラクターの選抜もいいですよ思いましたイカズキいるしみたいな、そうそうそう超いいイカズキいるじゃん、いつもとねちょっと違う雰囲気だと思いますけれども、うんうんうん、早速ね詳細の方を見ていきましょうか、はい、こちらです。まず注目のイラストなんですけれども、はいはいはい、SNS で人気のイラストレーターローライズさん、天笠ユンさん、こなきなこさん、さこさん、ねこめとおるさんがこのコラボのために書き下ろしたものになっております。書き下ろしありがたいです ね、 ね、なんか SNS で人気のイラストレーター5名がってさっきなってましたもんね。そう、うわ、こちらのコラボグッズはフーディーや T シャツなどのアパレルグッズ3種に加え、アクリルスタンド、ラグマットやスマホショルダーなどの雑貨も含む全10種のグッズ展開となっておりまして、すごいですね。本日12時からZOZO タウンで受注販売を開始しております。もう今日12時そうです。なんで受注販売なので、はい、欲しいなって思った方が買える、買える、確実に買える、そうなんですよ。これもありがたいですよね、本当にね。グッズ多い、ね、ね、たくさん10種類ありますから、めっちゃいい、書き下ろしっていうのもいいですし、うん、それぞれの属性で書いてくださってるんですね、見た感じね、うん、たくさんありますけれども、うん、こちら受注販売の期間なんですけれども、はい、10月16日月曜日11時59分までとなっておりますので、うんうん、お見逃しのないようチェックしていただけたらと思います。はい、そしてさらにコラボを記念して豪華景品が当たるキャンペーンを開催中です。お、キャンペーン2つ
そうですね、こちらモンストキャンペーン公式 X アカウントをフォローしていただいて対象の投稿をリポストして参加する SNS キャンペーンと ZOZO タウンでコラボグッズをご購入していただくことで参加できる購入者キャンペーンの2つのキャンペーンとなっております。 SNS キャンペーンと購入者キャンペーンの2つ、はい、でどちらのキャンペーンも抽選で全長6分の1スケールの超ビッグアクリルスタンドが当たります。超ビッグ、ね、はい、もう約30センチって書いてあるもんね。そう、こちらね販売商品のサイズとは違うので、あ、そうかそうかそうか、はい、さっき17センチくらいで書いてあったもんね。当たった方にしかもらえないでも SNS キャンペーンならね皆さん気軽にね参加できますし、参加していただけるので、うんうん、ぜひこちら参加していただけたらと思います。はい、ということで実際にね今ね着用しているんですけれども、ずっと着てたんです。こちらがねフーディーで、こちらがね T シャツになっております。じゃあジャックね、すごいですよね、名前書いてある、すごい、やっぱ黒着やすいよ、合わせやすい、なんででも着やすい、うん、とこちらですねアクリルスタンドとなっております。結構大きい、ほら、うん、手のひらより大きいし、なんといってもかわいいんですよねこれね、いつもと違う感じでね、うんうん、かっこよくなってて最高ですね。あとはあるんだよね、もう一個ね、もう一個あるんですよ、こちらラバーマット、いやいいなこれ、見えます、すごくない、すごくないですか、触り心地めっちゃいい、机に置きたいよね、もう何も置けないけども置きたくないってなっちゃうけど、確かにこれはね受注で、ね、はい、欲しい方は今紹介したのはね、はいはい、受注販売で、はい、そして先ほどね言っておりましたキャンペーンに参加して当選した方にもらえる非売品のね30センチですよね、これすごいでしょう、すごいですか、すごい大きいんで、ぜひキャンペーンも参加していただけたらと思います、はい、合わせてお願いいたします。はい、はい、ということで以上モンストニュースでございました。テンスアニバーサリーパーティー開催記念の感謝の間も来ますし、うん、なんといっても10年に一度マイベスト10ガチャ来ますので、ぜひ皆さんこちら引き忘れないように、はい、ぜひねチェックしていただけたらと思います、うんうん、ということで次回のモンストニュースはこちら9月21日木曜日の16時からとなっておりますので、来週もお楽しみにお待ちください。はい、それでは最後に来週のラッキーモンスターの映像を見ながらお別れとなります。それではバイバイ。